旧高市は中華人民共和国厚生省北部に位置する地球市。四部は長江沿岸の重要港湾都市となっている。北には長江を望み、南に名山、路山がそびえる。市名の由来は諸郷を海継ぐに旧高公園と見え、長江がこの付近で諸川を集め彗星を強めることを言う。湖北、安記、広生三省が公開し、 経過筆想の地でもある。春秋時代はクレスワイの地であり、戦国時代には祖国に属した。新内に旧行軍が設置され、全貫発には一時、ワイ南国が置かれたが、間もなく旧行軍に服し、最早、ポーサワ事件が設置された。以後は、広州と呼ばれたり、旧行軍となったりしたが、現代に厚生業省甲州論が設置され、民発に、 厚生不正史司令下の休校府、新大には厚生省休校府となった。新末には太平天国の支配下に入ったこともあった。民国時代の1917年に休校史が成立したが、1936年に中国国民党政府によって休校権と改められ、1949年5月7日、人民解放軍入場。 中国共産党政権下で7月19日、旧郊市人民政府が成立、文化大革命期の革命委員会を経て1980年省、直轄市となり、1983年市が県を管理する区休市に昇格した。1998年には、長江の洪水により大水害に見舞われた。三市かつ区、三研究、市、七県を管轄する。 旧構地区構校市2011年の国内、総生産額は、対前年比13.2%増の1256.41億人民元、一人、あたり生産額は26,570元、市政府財政収入は161.81億元であった。旧校駅旧校は、新潮末期の1858年の、天津条約で、長江沿岸の対外通商校に指定され、 1861年にはイギリス疎開も形成された。民国期の1913年には日本の台湾銀行急行文庫も設置された。疎開は1927年に返還され、中華民国外交部直轄の急行特別区が設置されるが、1930年に廃止となっている。日中戦争中は日本軍の占領下に置かれた。 新中国の成立により対外関係は断絶したが、1992年度以降、対外解放都市に指定され、外国投資を集めて工業都市として発展している。友好都市としては、オーストラリアのバウバウ軍スロベニアのコペール市、日本岡山県玉野市と提携している。ありがとうございます。